ダークネスゲームシュラです。前回の動画のコメント欄でのひさんがね、ゴーストマジャチャ型もお願いしますって言ってくれたので、今回はね、このゴーストマジャチャ型、約束通りやっていこうと思います。というわけで、グローバル大会ですね。じゃあよろしくお願いします。相手集結者って読むのかな、これは。かっこいいですね。ターミネーターって意味かな。ターミネーターってあれ、なんかなんとかを終わらせる存在みたいな、そういう感じなんで、相手は多分ターミネーターって言ってるんだと思います。T250 っていうのは番号かなんかかな、知らんけど。そしたら、これね、相手もう全突破やん。悪いよ、そういうことをしちゃダメだよ。そういうことしちゃダメ。そういうことするなって、国から言われたことないの。オッケーオッケー。これで工場が入るし、そうっすね。やっぱ、そうだね。ゴブジャイを早めに倒して、あとは残ったそのヤリゴブとガゴゴとザップでバシュってやってあげれば、うまい感じに防衛できましたね。多分が確定で相手、ゴブジャイスパーキーなんですけど、やめてくれ。やめてくれ。頼む、頼む。回線はお願い。お願い。ちょい。頼む。間に合ってくれ。間に合わないね。間に合わないんですけど、どうせ300よりは削られないでしょう。そしたら相手これね、さすがに、ミニペッカで守ってこない。守ってこないんだったら、それでもいいんだけど、ここエルビズやってあげれば、さすがに倒せるよね。さすがに倒せる。倒せなかったら、泣くが、やばい。おっと、危ねえ。そしたら、そうですね。これは、許容ができないんで、ペッカ出しましょうか。ペッカ出して、とりあえず倒して、エレクトロウィザードもね、倒してくれるはずなんで、倒せ！よし、オッケー。そしたら、このめんどくさいガゴは、放置ですね。どうせペッカこれたどり着くんで、ガゴもガン無視して、ペチって入れろ、ペチ！よし、オッケー。そしたら、めんどくさいね、ガゴは、そうっすね、こうやってあげて、とりあえずガゴで全部倒した後、バシュバシュしてあげましょう。はい、ゴーストでね。ゴースト意外と耐久力あるんでね、こういう時も強いですね。で、ゴーストっつうのは消えるので、消えたら消えたでまたダメージになると。いやー、強いシステムですね。お相手こっからどう攻めていきたいのか分かりませんが、とりあえず、相手マジアチャチャってあれなんですよね。レイジなんで、守れないですが、守りに呪文使えないんですよね。なので、うまい具合にね、こうやって工場ババリアンとか出してあげれば、はい、うまい感じに防衛はできます。防衛できるそういうシステムなんで、はい。で、こういう感じに、ユーノとかゴーストとかでうまい感じに守ってあげて、そうっすね。あいつ、スパーキーは、もう絶対止めれないんで、おっと、それはちょっとやんちゃしてない。やんちゃしてるやつには、何のザップだろう。何のザップかわかんないんですけど、こういう時はね、蓋してあげましょう。蓋してあげて、おっと、まずい！やめて！とりあえずスパーキーは倒したから、あとは問題ないですね。マジアチャで防衛して、さすがにグッドゲームかな。グッドゲームにさせてくれ。グッドゲーム。グッドゲームだな。グッドゲーム。はい。で、マッチングしました。お相手、ギャニアさんかな。これ2試合目ですね。じゃあやっていきましょう。ギャニアさん。クラン名がビジットインドネシアってことで、多分インドネシアの方なんだと思います。インドネシアはね、日本の下ら辺にある、島国ですね。日本と同じ島国です。はい。で、まず10コスト溜まる前に有能出してあげて、相手、これは 100% ゴーレムですね。間違いない。僕の推理によるとゴーレムなんですけど、なんか岩の塊が歩いてきますね。岩の塊が歩いてくるってことは、やっぱり強靭なキャラクターをね、こうやって出してあげるべきかな。それは、まずくね。とりあえずガゴはね、最優先でポイズンで倒してあげて、そしたら、このゴーレムもね、倒してくれるので、そうですね、相手5コスト今使って、僕が1コストアドと、2コストアド取ってますね。ゴーレムもゴーレムで。そしたら、多分ペッカにタゲ取るんで、あとはマジアチャで貫いてあげれば、ボンバーも倒せるかな。倒せないかな。倒せ！オッケーオッケー。で、メガゴもここまでダメージ入れてくれたら、多分ね、タワーダメージだけで倒せるんで、放置でいいと思います。よし。そしたらですね、これ、アド全然取ってないっつうか、アド取れてないんですよね。取れてないんですけど、ゴーレムがいるので、ペッカ展開しちゃっていいかな。で、ガゴムリ来たらまたポイズン出してあげれば、何も問題はないかなって思います。はい、これ受けしますね。で、相手のデッキがね、今のところわかんないんですけど、ギャングボンバーにガゴムリなんで、枯渇型のゴレなのかな。とりあえず、位置からゴレ出されたら、ちょっと押し負けるので、後ろにエレクトロウィザード出してあげて、ポイズン来るなら来い。いや、ポイズンは来るんだよ、そりゃ。ポイズンは来るんですけど、おっと、こういうのは、ここにさすがにね、やってあげて、で、ボンバーも倒してあげると。はい。そしたら、ペッカはね、やられてしまうんですけど、まあ、それはしょうがないですね。で、こんな感じでバシバシしてあげれば、多分相手ね、今、ギャングしか受けがないんで、ロイヤルゴーストこうやって打ってあげれば、さすがに効くんじゃねえかな。あー、マジで。バルキリーもいたんだ。そしたら、マジアこうやってあげて、コースね。ここに置いてあげれば、まあ、はい。ゴブリンとか、それっぽくた。ファイボマンの君、マジで。この言うの刺さんじゃね？てか、刺さるね。それが刺さるね。はいはいはいと。で、このめんどくさいガゴムレは、特に相手何もつけてこないようなので、ザップだけ打ってあげればまあいいかなって感じです。はい、ザップだけ打ってあげて、あとはゴーストでね、守りたいんですけど、これ守れっかな。ここを工場打ってあげて、うまい感じに防衛していきましょう。工場はね、全然防衛に使っていいんで。で、メガゴも倒してくれて、相手ここ5を使うってなったらコスト使いすぎなので、そうっすね。また後ろからペッカ展開してあげればいいかなって感じです。で、相手ガゴムレとか手札に回ってきてると思うので、ポイズンは絶対に構えておきましょう。で、相手ね、5を今使っちゃったので、エレクトロウィザードこれ倒せないんですよね。だとしたら、相手ギャング今ゴーストで多分守れないので、そうっすね、ここ、ポイズンはいらんか。ポイズンはいらなくて、ここマジアチャ打ってあげればいいかな。で、ここもポイズン打ってあげて、で、バルキリーを貫きしてあげて、そうですね、うまい具合に倒せてますね。で、そしたらバルキリーあれ、完璧倒してくれるんで、ここは、ザップからのエレウィズでいいかな。はい、オッケー。そしたら、相手これ守れるか？守れねえんじゃね？暗いと。で、バルキリーとか来たら、うまい具合にね、マジックアーチャーで貫いてあげましょう。貫け！無理だな。ちょっと今めちゃくちゃかっこいい声出したのに、貫けてないっつうのは、ただただ心が苦しいんですけど、まあね、左これバルキリーからのババとかで、多分無理だよね。オッケーオッケー。そしたらメガゴにはこれザップだけ打ってあげて、で、相手左工場のゴーストバシュバシュが多分無理なんですよね。はい、オッケーオッケー。そしたら来い。はい、グッドゲーム。はい、3試合目、ガウチュヤさんですね。ドネーションクランつうことは、つまり寄付専用のクランつうことですかね。まあ、シルバーリーグなんでちょこっとクラン対戦はやってるようなんですけど、今回調子いいので、このガウチュヤさんもうまい具合に倒せていけたらなと思います。はい、もうこうやってね、喋ってるせいで忘れてたんですけど、10コスト溜まる前に有能を出した方がいいですね。で、相手メガゴ、不穏ですね。メガゴってきたら、やっぱゴレとかそういう感じかな。嫌なのがランバルーンって言おうとしたんですけど、ここまで来ちゃったらもうペッカとか出さざるを得ませんので、しょうがないっすね。ランバーもいんの？昔のペッカ、昔のゴレかな？昔のゴレってね、ランバーいるんですよ。今の流行りは、ムートエレクトロドラゴンなんですけど、エレクトロドラゴンだっけ？違う、ライトニングドラゴンか。なんですけど、さすがにそのダクネはちょっと甘えつが頑張りすぎじゃね？頑張りすぎな気がするんで、マジアチャだけでね、うまい具合に処理していきましょう。はい。そしたら相手ね、ベビドラまで使ったんですけど、シャクって、入らないんかーい。入らないんですけど、まあ、入らないっつうのはね、誰しもがよくあることなんで、特にな、深く考えないでいいと思います。で、こうやってエレクトロウィザードね、さっき防衛多分これ無理なんで、ユーノッツカつけてあげて、あ、全然キング起動もね、大丈夫っすね。ここエレクトロウィザードがバシバシしてあげれば、多分ね、この、なんだっけ、メガガーゴイルか。存在感薄いから名前忘れちゃうんだよね。メガガーゴイルもこれ無視で多分倒してくれるので、はい、オッケー。そしたらこれ左バーバリアンやってあげて、相手ランバーで守ってくるかな？ランバーで守ってくるんだったら、ペッカ出してもよかったんだけど。そうっすね。そしたら、左これマジックアーチャー出してあげて、右ダクネ受けかな？はい、オッケーオッケー。そしたら、ランバルーンはね、マジアチャだけで倒せないんすけど、まあ、ダクネまでやってあげれば、はい、ポイズンまで打ってきたんで、これは完全にアドですね。そしたら右後ろからペッカ出してあげて、これで左ゴレ展開してきたらうまいんですけど、そんなうまい真似はしてきやがりましたね。最悪です。最悪なんですけど、まあ、これはとりあえず、エレクトロウィザードだけで処理してあげればいいかなって感じです。はい。で、右、これマジックアーチャーもやってあげて、ゴーストの方がね、範囲攻撃の火力は出るんで、これはさすがに工場入らないですね。入らないんですけど、ペッカに竹取ってんので、これはさすがにバシバシできるんじゃないかな。バシュ、オッケー。そしたらこれ左にペッカつけてあげて、右はもうマジアチャだけで起用しましょう。左バーバリアンまでつけてあげて、右はもうこれガン無視でいいっすね。そしたら相手も諦めのポイズン打ってきたんですけど、そんなんじゃ今更止めれねえよ、止めれねえんだぜっつうことをね、こうやって証明していきましょう。で、角からエレクトロウィザードとか出してあげて、相手も怒ってますね。すいません、これが僕の勝利ってやつです。グッドゲーム。はい、ということでね、今回結構調子良かったんですけど、やっぱりね、王道のこのゴーストマジャチャ型っつうのは普通に強いっすね。うん、前回の動画でダックプリ型出したんですけど、まあ、無課金とか初心者じゃないっつう、まあ、全然余裕がある人っつうのは、まあ、やっぱゴーストの方が使いやすいのかなーって気はします。あと、僕無課金ですけど、全然全カンストできましたので、根気のある方はね、2年ぐらいプレイすれば全カンストできると思います。というわけでね、皆さんもね、ぜひこのデッキ使ってみてください。この動画がね、面白かったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。